能登町小木。ここは全国屈指のイカの水揚げ高を誇るイカの町です。初夏には能登小木港イカス会が開催され、イカ釣りやイカのつかみ取りなど楽しいイベントが繰り広げられました。この子どもたちは小木小学校の児童、金沢大学の先生に教わりながらイカを解剖して生態を知る学習で、小木小学校で実践されている画期的なカリキュラム里海科の一環です。1年を通して子どもたちは海の生き物や環境問題、漁業、水産業などを学びます。ところが近年、日本のイカ漁は歴史的な不漁に陥っていて、小木漁港も例外ではありません。その原因の一つに海水温の上昇があると専門家は指摘します。日本海全体が水温が上昇傾向であるというのは、イカ漁がだんだん北側の方に移動したり、あるいはロシアとか北朝鮮海域ですね、そっちの方に回遊して、なかなか日本の領海内に戻ってこないと。この100年間の海水温の上昇は世界平均でプラス 0.53 度なのに対して、実は能登沖の日本海はプラス 1.28 度から 1.7 度と突出して高いのです。海が暖かくなったため、スルメイカが北の海へと移動したのです。イカの不漁をさらに深刻にしているのが、北朝鮮の漁船による違法操業です。日本の排他的経済水域にもかかわらず、工業上の大和隊で北朝鮮籍とみられる漁船が違法操業しているため、小木のイカ釣り漁船は安全に漁ができないのです。船長に確認しましたら、いなくなったら、監視船か巡視船かいなくなったら必ず入ってくると、今後大和隊で日本のイカ釣り船が操業できないということでもなれば、本当にもう廃業ということも考えざるを得ないような、非常に厳しい事態が想定されます。イカ漁は2月末まで。このままの状況が続けば、今期の漁獲量は大幅に落ち込むと漁業関係者は危惧しています。小木小学校では里海科のいろんな授業や体験を通して、ふるさと小木のイカ釣り漁のことをはじめ、石川県全体の漁業水産業のことを学びます。こうして子どもたちは海と人、海と暮らしの深いつながりを実感するのです。今イカについては大きな問題もありますけども、先日もそのイカ漁に乗ってきた人に実際の話を聞くことで、イカ漁は大変だけども日本にとって小木にとって大事な資源であるということを子どもたちは十分学んでおりました。さまざまな海の学びを通して、ふるさとの海に関心と誇りを持って育ってほしい、里海科にはそんな思いも込められているのです。この番組は日本財団が推進する海と日本プロジェクトの取り組みの一環です。海と日本。